ビックスバーグの包囲戦、ビックスバーグの包囲戦、ビックスバーグの包囲戦、A、シエゲオブビッグスバーグは、南北戦争のビックスバーグ方面作戦では、最後の大きな戦闘である。北軍の指揮官、ユリシーズ・グラント少将のテネシー軍は、ミシシッピ川を渡った後で、南軍ジョンシーペンバートン中将の部隊を要塞とし、ビックスバーグを取り巻く、防御戦の中に追い込んだ。 グラントは1863年5月19日と22日の2回、南軍の要塞に対する攻撃を行って大きな損失を出し撃退された後は5月25日から7月4日までビックスバーグ市を包囲した。この7月4日に南軍は降伏し、ミシシッピ側の支配権が北軍の手に落ちた。この南軍の降伏はその前日、 7月3日、東部戦線における、ゲティスバーグの戦いで、ロバート・ E ・リー軍が敗北したこと組み合わせて、南北戦争の展開点とみなされている。グラントは、ビックスバーグの南ブルーンズバーグでミシシッピ川を、渡った後は、ポート・ギブソンとレイモンドでの戦闘に勝利し、1863年5月半ばに、ミシシッピ州のシュート・ジャクソンを占領して、ペンバートン軍を西方に退かせた。 ペンバートンはチャンピオンヒルとビッグブラック側橋の戦いで北軍の前進を止めようとしたが失敗した。北軍ウィリアム・シャーマン少将の軍団が北から南軍の側面を突こうとしていることが分かった。ペンバートンは撤退するか側面を突かれるに任せるかという選択肢しかなくなった。ペンバートンはビッグブラック側に架かる橋を燃やし防御の固いビックスバーグ市に撤退する。 道すがら、動物や植物、あらゆる食用にできるものすべてを取っていった。南軍は、ヘインズブラフを明け渡して、シャーマンの騎兵隊が5月19日に、これを占領し、また、北軍の蒸気船はもはや、ビックスバーグの大砲に対抗する必要もなくなったので、ヤズー、川上流で固まって、ドック入りが可能になった。グラントは以前は、ルイジアナ州から補給物資を得ていたのを、 より直接にグランド湾やブルーンズバーグでミシシッピ川を渡り、その後に北へ動かして補給できるようになった。ペンバートン軍はその前の2つの戦闘で4分の3以上を失っており、ビックスバーグにいる多くの者は南軍の西部方面軍を指揮するジョセフ・ジョンストン将軍が死を解放してくれると期待したが、それは起こらなかった。 国軍の大部隊が死を包囲するために行軍してきており、燃やされたビッグブラック側の橋も修理した。グラント軍は5月18日に橋を渡った。ジョンストンはその部下であるペンバートンに死を犠牲にして、軍隊を救うよう求める伝言を送ったが、ペンバートンにとっては受け入れがたいことだった。ペンバートンの生まれは北部であり、もしビックスバーグは放棄すれば、 南部の大衆に避難されることを恐れたと考えられる。北軍がビックスバーグに接近すると、ペンバートンはその前線に18,500名の兵士しか配置できなかった。クラント軍は3万5,000名以上を要しており、途中ではさらに増えた。しかし、ペンバートンには、その防御を難航不落のものにしていた地形と、要塞という利点があった。 ビックスバーグ周辺の防御線はおよそ6.5マイルに、渡り、岡や、突起部のある、様々な高度の地形にあって、その急斜面は、攻撃側が、重火の下を登ってくるのを困難にしていた。強壁には、多くの銃岩、鳥出、宝砲,砲及び、三日月砲があった。前線の主要な防御施設として、市の北の高い崖上にある、ヒルトリで北東から、 墓地道路を通って接近するときに、これを見下ろす、ストッケードレダン、突確保第三ルイジアナレダン、グレートリダウト、方形歩、地内に入る鉄道の隙間を守る鉄道リダウト、方形取り出、ギャロット取り出、ホールズフェリー道路に沿った、都市粒及びサウス取り出があった。北軍ユリシーズ・グラント少将のテネシー軍は参考軍団を連れてきていた。ジョン・ A マクラーナンド少将の、 第十三軍団、ウィリアム・シャーマン少将の第十五軍団及びジェームズ・マクハーソ少将の第十七軍団だった。南軍ジョン・シーペンバートン中将のミシシッピン軍でビックスバーグ市内に入ったのは四個師団であり、カーター・エール・スティーブンソン、ジョン・エイチ・フォーニー、マーティン・エル・スミス及びジョン・エス・ボーエン各少将が指揮していた。グラントは南軍が十分に防御を施す前に、 圧倒してしまいたいと思い、5月19日に、ストッケードレダンに対する即座の攻撃を命じた。シャーマン軍団の部隊が、ルス・ヘーベル殉将の旅団に属する第36、ミシシッピ不評連隊からの銃撃や砲撃にあって、接近するだけでも苦労した。このレダンの高さ17フィートの壁に攻撃する前に、坂もぎに守られた、急な谷間や深さ6フィート幅8フィートの溝を。 超えていく必要があった。この最初の試みは容易に撃退された。グラントは防御を弱めるために砲撃を命じ、午後2時ごろ、シャーマン指揮下のフランシス・ピーブレア少将師団が再度挑戦したが、ごく少数の兵士がレダン下の溝まで到達するのがやっとだった。この攻撃はライフル銃の一斉射撃や手投げ弾が前後に投げ込まれる中で崩壊した。5月19日に、 北軍の攻撃が失敗したことはその指揮に影響し、ミシシッピ集中で勝利を重ねてきた兵士たちが感じていた自信をへこませた。この攻撃は損失が大きく、戦死157名、負傷777名となり、8名が不明となった。対する南軍の損失は戦死8名、負傷62名だった。指揮の落ちていたはずの南軍が戦う意志を取り戻した。 グラントは5月22日に再度攻撃を計画したが、この時はもっと注意を払った。まず十分な偵察を行い、大砲や海軍の艦砲で防御を弱めさせた。先動部隊には、鳥出の壁を越えるための梯子が与えられた。グラントは長期間の包囲戦を望まず、この攻撃は、広い防御戦全体にわたって行われることになった。 北軍は5月19日に損失を出して撃退されたにもかかわらず、その士気は高く、この時は略奪してきたもので十分な食料もあった。グラントが通り過ぎるのを見た一人の兵士が、カンパンと言った。間もなく近くにいた全兵士が、カンパン、カンパン、と叫び始めた。北軍は5月21日の夜に、カンパン、豆及びコーヒーを供出した。あらゆるものが、 翌日ビックスバーグが落ちるものと予測した。北軍は220門の大砲と川に浮かぶ、デイビッド・ディ・ポーター海軍少将の艦隊からの艦砲を使って、夜通し市内を砲撃し、資産に与えた損害は大したことがなかったものの、市民の士気は大きく下げた。5月22日の朝、防御側は、再度4時間にわたる砲撃を受け、 その後午前10時に3マイルにわたる前線に、北軍が再度攻撃を始めた。シャーマンは、今一度墓地道路を通って攻撃し、150名の、志願兵、絶望的望みの文献隊と、あだなされたが橋ごと板を持って先導し、その後をブレアとジェームズ・ M ・タトル巡将の師団が続き、狭い前線に大部隊を集中させることで突破できる、ことを期待して、 連帯を長い渋滞に組んだ。この部隊は、激しいライフル銃撃にあって撃退された。ブレア式下のジャイルズ、A ・エース・ミスとティー・キルビー・スミス角、大佐の旅団は、ストッケードレダンの南端にあるグリーンのレダンから100ヤードの尾根まで到達し、そこから南軍陣地に激しい銃撃を行ったが、ほとんど効果はなかった。タトルの師団は前進の順番を待っていたが、その機会は、訪れなかった。 シャーマン軍団の最右翼、フレデリック・スティール巡将の師団は、ミントスプリング・バイユーの谷間を通って敵陣に迫ろうとすることで午前中を使ってしまった。マクファーソンの軍団は、ジャクソン道路に沿った敵陣中央の攻撃を割り当てられた。その右側面では、トマス・イージー・ランサム巡将の旅団が敵陣から100ヤードまで接近したが、グリーンのレダンから、 側面攻撃を受ける危険を避けるために停止した。マクファーゾンの軍団左側面では、ジョン・エイ・ローガン少将の師団が、第三ルイジアナレダンと、グレート・リダウトに対す攻撃を任された。ジョン・イ、e、ース・ミス准将の師団がレダンの斜面まで、たどり着いたが、そこで止まってしまい、暗くなるまで、手投げ団に身をかわしながら過ごし、最後は呼び戻された。ジョン・ディース・ティーブンソン淳将の旅団は、 リダウトに対して二列渋滞でかなり前進したが、その用意した梯子が、砦出の壁を越えるには短すぎて、その攻撃も失敗した。アイザック海クインビーンー殉将の師団は、数百ヤード前進したが、その将軍たちが混乱した議論をはじめ、数時間も止まったままだった。北軍の左翼、マクラーナンド軍団は、ボールドウィンフェリー道路に沿い、ミシシッピサザン鉄道にまたがって動いた。 ユージン・エイ・カー準将の師団は、鉄道リダウトと第二テキサス三日月保の占領を割り当てられた。ピーター・ジェイ・オスターハウス準将の師団は、方形砦に当てられた。カーの部隊は第二テキサス三日月保で、小さな突破に成功し援軍を求めた。午前十一時までに突破は起こりそうにないことが明らかとなり、シャーマン軍団とマクハーソン軍団の前進が失敗した。 ちょうどこの時、グラントは、マクラーナンドからの伝言を受け取り、マクラーナンド軍が激しく抗戦していること、南軍は増強されつつあることを伝え、及びその右手にあるマックファーソンの軍団からの、陽動攻撃を要請していた。グラントは当初この要請を拒否し、マクラーナンドにはその予備隊を援軍に使うよう告げた。グラントは、マクラーナンド軍団があまり抗戦しておらず、 マクファーソン軍団の方が激しく抗戦しているという印象を持っていたが、それは誤りであり、事実は反対だった。マクラーナンドは追加の伝言を送り、それでは、正常機が砦の上に翻っているという風にすでに二つの砦を占領したと示唆する部分的に誤解させる情報が入っていた。またその前線をもう一押しすれば北軍が勝利をつかむという内容だった。 グラントは再度イニを唱えたが、その伝言をシャーマンに見せ、シャーマンは自分の軍団に再度前進を命じた。グラントは再興し、マクファーソンにマクラーナンド軍団の応援のためにクイン・ビーの手段を派遣するよう命令した。シャーマンはさらに2回攻撃を命じた。午後2時15分、ジャイルズ・スミスとランサムの部隊が動いて即座に撃退された。午後3時、 タトルの師団はあまりに多くの損失を出して前進を中断したので、シャーマンはタトルに、これは殺人だ。舞台に退却を命じろと告げた。この時刻までに、スティールの師団がやっと、シャーマン軍団の右手に到着し、午後4時、第26ルイジアナレダウトに対する突撃を命じた。スティール師団も、シャーマン軍団の他の攻撃と何ら変わりない結果になった。 マクファーソン軍団の戦線では、ローガン師団が午後2時頃に、ジャクソン道路を下って、再度圧力をかけたが、大きな損失を出したので攻撃は中止された。マクラーナンド軍団は、クインビー師団に増援されて、再度攻撃をかけたが、成果は得られなかった。北軍の損失は、戦手5百二名、負傷五百五十名、不明四十七名となり、今回は個軍団が、 ほぼ等しく損失を出した。南軍の損失は直接の報告がないが、500名以下だったと推計されている。グラントはこの日のお粗末な結果について、その一部をマクラーナンドの誤解さるような伝言に、返せしめ、この方面作成の間何度も苛立たせることになった。この政治家将軍に対する鬱憤がまた一つ、重なることになった。歴史家のシェルビーフットは、グラントが、 攻撃を行ったことを悔やまなかった。彼は失敗したことだけを悔やんだと書いた。グラントはしぶしぶながら包囲戦を敷いた。5月25日、ジョン・エローリンズ中佐が特別命令第140号をグラントのために発し、軍団指揮官は即座に通常の方法で敵軍を減ずる行動を始めること。ビックスバーグの防御力を弱め、守備隊を捕獲するためにこれ以上の人命が、 失われないことが望ましい。行動や残豪を掘り、あるいは、全身放題を作るために地域を得るには、自然の地形の不均衡など、あらゆる利点を利用すること、となっていた。グラントは、その自助伝で、私は通常の包囲線を敷くことにした。言ってみれば、敵の陣地を取るために、またこれ以上損失を出さないためにと記した。北軍は死を取り巻く念入りな残豪 当時の兵士たちは、溝、ディーチャスと呼んだを作って潜り込み、南軍の要塞にだんだんと近づけていった。南軍の背面は、ミシシッピ側に面しており、川からは、北軍の砲艦が砲撃して、南軍の兵士や市民は罠にはまったような状態だった。ペンバートンは、ミシシッピ側の数マイルをできるだけ長く保持するとに決め、ジョンストン軍あるいは他のところからの救援を期待した。 南軍には新たな問題が起こった。グラント軍の死者と負傷者がミシシッピの夏の暑さの中で横たわっており、死んだ人や馬の匂いが空気を汚し、負傷者は医療や水を求めて叫んでいた。グラントは当初休戦を求めることは弱さを示すものと考えて拒んだ。最後にグラントが折れて、北軍が負傷兵や戦死者を回収する間は南軍が放火を止め、 しばらくはあたかも敵意などなかったかのように両軍の兵士が混じり合い交換し合った。グラント軍はビックスバーグを取り巻く十二マイルの間を埋め始めた。まもなく五万名の北軍兵でも南軍の防御線べてを取り囲むことはできないと分かった。ペンバートンが脱出できる見込みは悲観的だったがビックスバーグから南に向かう道路は北軍が守っていないものがあった。グラントは 北軍の総司令官ヘンリー・ハレックからの援助を仰いだ。ハレックは素早くグラントの要求に合わせるために西部の軍隊を移動させ始めた。この包囲戦に到着した最初の援軍は6月11日に到着したフランシス・ジェヘロン少将に率いられたミズーリ軍らの5000名だった。ヘロン隊はマクファーソン軍団につけられ一番南に陣取った。 次は6月12日に、ドはラダーをオッシュバーン巡将が率いる、第16軍団からの3個師団が到着した。これらは近くにあるコリンス、メンフィス及びラグランジュから集められていた。最後に加わった重要な援軍は、ジョン・ジー・パーク少将に率いられたオハイオ軍からの、強ひでりな第9軍団8000名であり、6月14日に到着した。パーク隊の到着で、ビックスバーグの周りにいる。 グラント軍は7万7千名となった。ルイジアナ州の南軍は、ジョン・ジー・ウォーカー少将の指揮で、グラント軍の供給船を遮断するために、6月7日に、ミシシッピ川上流でミリケンズベンドの戦いを起こした。これは主に訓練されていない、アフリカ系アメリカ人部隊で守られ、劣った武器で勇敢に戦い、ついには、砲艦の助けもあって、南軍を撃退した。ただし、 損失は大きく、守備側は652名を失い、南軍の方は185名だった。ミリケンズ・ベンドの戦いでの敗北により、南軍救出の望みは、慎重なジョンストン軍を置いて亡くなった。6月の間はずっと、北軍が南軍に並行して、残壕を掘り、近づいていった。兵士たちは葬撃手を恐れて工作物の上に頭を出すこともできなかった。 帽子を棒の上につけて工作物の上に突き出すのが北軍兵のスポーツになり一定時間内に南軍の銃弾が何発貫通するかをかけた。ペンバートンは多くの食用にならない軍需品と少ない食料と戦っていた。貧しい食事は南軍兵の上に現れていた。6月末までに発病したり入院する者が半分はいた。解決病、マラリア、 赤痢、下痢などの病気が兵士を蝕んだ。少なくとも一人の市民は夜通し起きていて、植えた兵士が野菜畑に入らないようにしておく必要があった。絶え間ない砲撃の方が、食料の欠乏よりもまだましだった。包囲戦が進んでくると、ビックスバーグ周辺を徘徊する、馬、ロバ及び、犬がだんだんと見られなくなっていった。靴の皮が多くの成人にとって、 最後の命の綱になった。包囲戦の間、北軍の砲艦は2万2千発以上の砲弾を待ちに撃ち込み、陸軍の大砲はさらにそれを超えた。砲撃が続くと、ビックスバーグの使える家屋も最小になった。町の主要部と南軍の前線との間にある尾根は、しばらくの間、市民たちの仮の住まいになった。ビックスバーグの黄色粘土層の丘に500以上の ホラー穴が掘られた。家の構造が剣道であろうとなかろうと、これらの洞窟を占領する方が安全と考えられた。人々は、絨毯、家具及び絵画を持ち込んでできるだけ快適に生活しようとした。彼らは砲撃の合間に移動し食料を集めようとしたが、時には失敗した。これらの残酷やホラー穴のゆえに、北軍兵はこの町に、プレーリードックの村というあだ名をつけた。 町に対する砲撃の激しさにもかかわらず、全方位機関に殺されたとわかる市民は、ほとんどいなかった。この包囲戦中に、グラントが取った行動の一つとして長引く、ライバル関係の決着があった。5月30日、マクラーナンド将軍は、自画自賛のメモをその部下宛に書き、間もなく得られる勝利は大いに自分の功績だと、主張した。グラントは6ヶ月間というもの。 この方面作戦の初期、アーカンソーポストの戦い頃に衝突して以来、マクラーナンドが口を滑らすのを待っていた。1863年1月に、マクラーナンドを解任する許可を得ていたが、明確な挑発を待っていた。クラントはついに6月18日に、マクラーナンドを解任した。クラントが念入りにことを運んだので、マクラーナンドは頼るつてもなく、軍隊を離れた。 マクラーナンドの第十三軍団は、ハッチー橋の戦いで受けた傷から回復した、エドワード・オード少将に渡された。1864年5月、マクラーナンドは遠く、テキサス州の部隊意識で復活した。もう一つの指揮官変更は6月22日に起こった。ペンバートン軍を前にすることに加えて、グラントは後方にいるジョセフ・ジョンストン軍のことも、心配しなければならなかった。 グラントはビッグブラック側端に一個師団を置き、もう一つの師団は遠く北のメカニクスバークまで偵察させ、どちらも自軍を遮蔽させるように行動させた。6月10日までにジョン・ジー・パーク少将の第9軍団はグラントの指揮下に移された。この軍団はキャントンで軍を集めているジョンストンが包囲戦を妨害しないようにする特別任務の中核になった。 シャーマンがこの任務に充てられ、フレデリック・スティールョ将が第15軍団を引き継いだ。ジョンストン軍はついにペンバートン軍解放のために動き始め、7月1日にビッグ・ブラック側に到達したが、シャーマン軍との困難になりそうな対決をビックスバーグ要塞に間に合わないほど先延ばしして、結局はジャクソンに交代した。方位戦の後半、北軍は 第3類アナレダンの下にトンネルを掘り、2200ポンドの火薬をはめた。6月25日に南軍の前線を吹き飛ばし、その後で第17軍団のローガン師団からの部隊よる不評攻撃が行われた。ジャスパー、A ・エーモルトビー大佐の第45入りのイ連隊、行動先導連隊と呼ばれたが、直径40フィート、深さ12フィートのクレーターに容易に突撃したが、 回復してきた南軍不評に止められた。南軍兵も破滅的な効果をもたらす短い導火線付き砲弾を穴に転げ落とすなどしたため、北軍兵は動けなくなった。北軍の後兵が不評を解放するために、クレーターの中に砲角を据え、間もなく兵士たちは新しい防御船の中に戻った。この日の爆発で残されたクレーターから北軍の甲府たちは、 新しい坑道を南に掘った。7月1日、坑道は爆破されたが、不評の攻撃はなかった。公平たちは7月2日と3日も将来起こりうる攻撃のためにクレーターを4列渋滞で通れるように広げた。しかし、その翌日の出来事でそれ以上の攻撃の必要性はなくなった。7月3日、ペンバートンはドネルソン取りの戦いの時のように、 まず無条件降伏を要求したグラントにメモを送った。しかしグラントは考え直して、北軍の捕虜キャンプで3万人の飢えた南軍を養いたとは思わず、全ての捕虜の釈放を提案した。南軍の弱り切った状態、息気承知し飢えていることを考えると彼らが再び戦おうとするとは想定できなかった。グラントは彼らが南軍の他の地域に、 敗北の楽因を抱えて帰るものと期待した。いずれにしても、それだけ、体制の軍勢を期待を送るとすれば、それに、北軍は、囚われっぱなしになり、何ヶ月もかかったことであろう。幸福はある古い多くの木のそばで正式なものとなり、その出来事で歴史になった。グラントの個人的自助伝で、彼は、この不運な木の運命を次のように語っている幸福は7月4日の、 独立記念日に最終的な形になり、その日であればペンバートンはアメリカ合衆国からより同情的な条件を持ってくると期待した。ビックスバーグ方面作戦はまだいくつか小さな戦闘が続いたが、この要塞都市が陥落し、続いてポートハドソンが7月9日に陥落するとミシシッピ側は北軍がしっかりと掴むことになり、南軍は二つに分割された。 リンカーン大統領は水路の父は怒らずに海に流れるという有名な宣言を行った。ビックスバーグの戦闘と包囲戦による北軍の損失は4835名となり、南軍は32967名、29495名は降伏となった。3月29日からの方面作戦全体では北軍が1142名、 南軍は9,091名が戦死及び負傷となった。ペンバートンは、その降伏した兵士に加え、グラントに172門の大砲と5万丁のライフル銃を渡した。伝説によれば、ビックスバーグでは7月4日に降伏したために、第二次世界大戦の時まで7月4日の独立記念日が祝われることはなかった。ビックスバーグ周辺の工作物は、 ビックスバーグ国立軍事公園の一部としてアメリカが州国国立公園局によって保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。